と言ったらわかるの？なんで笑ってるの？感覚もスピードも鋭くなってるよ。かつておじさんヘロヘロ、もうちょろちょろできないよ若者。あいつコミュニケーション取りづらいんだよね。余計なことを考えるな。今は自分の治癒に集中しろ。あの鬼は侵略国家ダイヤモンド王国の魔導士か。本当にこの先に宝物殿が？ユノ、私が奴と戦っているうちに先に宝物殿へ行け。本当なら私もお前のような下民での者に任せたくなどないのだ。こりゃまた威勢のいいのが来たね。どうしたの急に。なぜ戻ってきたバカ者。三人で行きましょう。勝手にしろ。ちょっと、僕が母さんを。あんたが俺をどう思ってても知らん。勝手にすればいい。確かにみんなで戦った方が楽しそうだね。これはもうおじさんも本気で行くしかないね。もう逃げられないよ若者たち。本気を出します。何を。この魔力、こいつ おじさん魔力はまだ大丈夫だけどね。おじさんには君たちの魔力がはっきりと感じ。なんということだ。煙創生魔法、奔走するモノグサグルモ。みんな大丈夫？これじゃ宝物殿どころじゃないね。ダイヤモンド王国の秘密兵器だからね。金色の夜明けの団員だぞ。鋼創生魔法、戦艦の激走。クラウス先輩。お前に一撃を食らわすまで俺はやめんぞ。いい加減無駄なことはやめ。やめない。諦めろ。諦めない。ユノは俺のライバルだ。しまった。ミモザ、お恥ずかしいところ。戦場では弱い奴に存在する価値などない。そうかよ。じゃあ俺を、あなたさっきからつべこべうるさいわね。
魔法帝になってみせる。勝手にいじるな。元の場所に戻しておけ。その剣があらゆる魔法を砕くなら。重さじゃあの魔法はさばききれねえ。ネロ、俺だ。ノエルさん。ノエル、さっさと倒しちゃいなさいよ、アスター。ノエルの魔力を借りた。しくった。ラスター！生き残った一人だけが我が国の魔導戦士として外に出られる。死んで。ユノ、何をしたんだ。魔法？何の魔法を使ったの。脱出する。喋らない方が。彼らが道を作ってくれたおかげで助かったね。ファナー！全て思い出した。そういうことちゃんと言えるじゃん。ありがとよ。はい。お前ら、クラウス先輩、すまなかった。お、ノエル、服がすげえ破けてるぞ。だうん。
アスタさん、ご一緒してよろしいでしょうか。ダンジョン攻略も運が良かったに違いないわ。なあ、ノエル。見とけよ、俺は必ず。黙らん。こいつ